働く意欲なき寝そべり族にゾンビ企業の増加、恒大集団清算で加速する中国経済崩壊の足音、香港高等法院高裁にあたるは1月29日、経営再建中の中国の不動産大手、中国恒大集団に清算命令を出した。この一件は中国不動産バブルの崩壊のみならず、中国経済衰退のトリガーを引くものだという。深刻な機能不全を抱える中国経済の実態を、元 TBS アナウンサーでジャーナリストの松富香織氏がリポートする。1月29日、香港の高等裁判所が中国恒大集団に清算命令を出した。恒大集団は不動産大手で2兆3882億元、約50兆円の負債総額を抱える。そんな企業の清算命令は香港史上最大だ。前日の28日に政府が空売り規制策を強化したことでわずかに落ち着いて見えた株価だが、不動産不況による景気の先行き不透明感が強まり、29日の上海株式市場は5営業日ぶりに反落した。これは一過性のものと見るべきではないだろう。背後にある金融システムへの不信。人民元も約1週間ぶりの安値となった。中でも目を引くのが銀行株の不振だ。恒大集団の銀行融資明細表に校名が記された地方銀行では、預金を引き出そうとする顧客が殺到する騒ぎも起きている。中国人民銀行は、銀行融資に占める不動産関連の融資は 23%。その8割は個人の住宅ローンで、不動産企業の清算などが金融システムに与える影響は管理できる範囲と安全性を強調する。公的には商業銀行の不良債権額は3兆1000億元、約65兆円に過ぎない。しかし、この数字は鵜呑みにはできない。アメリカの格付け会社、S&P グローバルが明らかにした資料によると、ある銀行が資料に示した不動産向け不良債権は計15億元だったが、返済を求めて起こされた裁判の債権額は恒大集団だけで326億元に上った。中国の銀行融資の査定は恣意的で甘いのだ。統計上は不良債権は 1% 台とされているが、本当のバランスシートははるかに悪化していると考えられる。つまり、すでにデフォルト認定された最大手カントリーガーデンホールディングス、デフォルトの懸念が未だ拭えない大連万達集団、ワンダグループなど不動産不況の痛手は中国の銀行にはるかに大きなダメージを与えると考えられている。ゴールドマンサックスは不動産不況により中国の銀行は約1兆2000億元の損失を被る可能性があると試算する。中国株の下落が止まらない裏には、中国の金融システム自体への不信が高まっていることがある。進まない経済回復。中国の不動産関連業界は、国内総生産 GDP の3割を占めるとされる。値上がり神話が崩れた高級マンションを買う人間はもういない。中国の街で聞かれるつぶやきだ。不動産デベロッパーのデフォルトが相次ぐ中、街のあちこちに資金繰りができないまま工事途中で放り出された廃墟のようなマンションが立ち並ぶ。主要70都市平均の新築価格は2022年春から下がり続ける。中国では建設計画の段階で購入契約が結ばれ、多額の頭金とローンの支払いが始まる。工事が止まったマンションでは、金を返せと叫ぶ人々が抗議行動を起こすなど、この数年大きな社会問題となっている。これまで
資産運用の手段だった不動産投資の夢が崩れただけではなく、これから少子化で人口が減る中国では、長期的に不動産業界が復活するハードルは高い。政府は、単品、かっこ寝そべると呼ばれる物を持つことに関心がなく、働く意欲を失った若者の増加に警戒感を強める。中国国家統計局は、16歳から24歳の若者の失業率は約 20% と発表してきた。しかし、家で寝そべっていたり、親に頼って生活する若者、かっこ非学生は1600万人と言われ、北京大学の張丹丹副教授は、若者の失業率は 46.5% に達した可能性があると指摘している。しかも、ゼロコロナ政策の失敗により、消費者マインドは冷え、節約志向が強まっている。住宅だけでなく、ポルシェやロールスロイスといった高級車、贈答品となる高級白酒などの売れ行きも軒並み減少している。つまり、中国の経済全体が低迷しているのだ。中国国家統計局が1月17日に発表した2023年の経済成長率は 5.2% と、かろうじて政府目標の 5% 前後を達成したかに見える。しかし、これをドル建てに換算すると、前の年に比べ 0.5% の減少だ。中国にとっては1994年以来29年ぶりのマイナス成長となる。世界への経済的存在感もピークアウトに向かう。国連などのデータをもとに計算した中国の GDP の世界シェアは2023年に 16.9% となった。2021年の 18.3% から大きく下がっている。隠れ債務は約1400兆円。米中対立の先鋭化により、主要国向けの輸出の先行きは暗い。アメリカなど民主主義の国々は、脱中国のサプライチェーン作りに躍起になっているからだ。また、政府がどれだけ補助金を出しても少子高齢化は止まらず、労働人口の減少は続く。これに追い打ちをかけるのが株価下落に象徴されるマネーの海外への流出だ。中国経済の先行きを不安視したマネーが海外に逃げ始めている。地方政府の隠れ債務の大きさは IMF によると66兆元、約1400兆円で、政府がこれをどう処理できるのかが経済の先行き不安を増大させている。さらに、習近平の国有企業優先の経済政策への不信も先行き不安に輪をかける。経営破綻状態のゾンビ企業を増やすことになり、新しいイノベーションを生み出す IT 企業などの可能性を大きく縛ることになるからだ。新鮮市場の中でも、新興企業向け市場の創業板指数が29日だけで 3.48% 下げ、2019年以来の安値をつけたのは象徴的だと言えよう。負債3250億ドルの恒大に清算命令。中国の不動産景気に影響続くか。中国不動産危機の発端となった不動産開発業者の恒大が世界最大規模の負債に耐えられず、結局清算命令を受けた。中国の不動産危機が数年続く恐れがあるとの懸念が出ている。ロイター通信など外信によると、香港高裁は29日、恒大の清算を要請する債権団の請願を承認した。今回の訴訟は、恒大系列会社に8億6250万香港ドル、約162億円を投資したトップ社員グローバルが投資金を回収するため、2022年6月に提起した。かつて中国で2番目に大きい不動産開発会社だった恒大は、中国政府の不動産規制と建設景気低迷で、2021年末に債務不履行、デフォルトに陥った。
恒大が現在まで抱えている負債は3,250億ドル、約48兆円で、世界で最も多く借金をした不動産開発業者と評価される。2年近く続いた訴訟で、恒大は破産を防ぐため、債権団と自助策を協議し、清算審理を7回延長した。だが、自助策をまとめるのに相次いで失敗し、結局恒大の足を引っ張った。海外債権団と共に協議した230億ドル規模の負債改善計画は、昨年9月に恒大創業者である許家印会長が犯罪関与容疑で逮捕され失敗に終わった。債権団は先月行われた裁判所の審理でも清算請求に反対して恒大を支持した。だが最近債権団と恒大の交渉が決裂し、清算側に雰囲気が傾いた。裁判を担当したリンダ・チャン判事は、裁判所がもうこれ以上は無理だと話す時になったとした。この日、香港裁判所の清算命令直後に、香港証券市場で恒大の株式は取引停止された。その後、臨時清算人が恒大の経営権を持ち、負債構造調整と資産売却に出るものとみられる。ただし、実際の清算手続きには難関が残る。一部では、清算手続きが容易ではなく、清算の可能性がすでに知られている点を挙げ、今回の香港裁判所の決定は市場に大きな影響を及ぼさないと分析した。中国メディアは、中国恒大と恒大グループの内外子会社は独立的な法人なため、海外法人中国恒大が清算されても、グループの国内主要事業は一定期間実質的に影響を受けないため、その影響は限定的と伝えた。だが、今回の清算命令が中国の不動産景気に否定的に影響を及ぼすというのが市場の一般的判断だ。この日、ウォールストリートジャーナルは、中国の国内総生産 GDP の4分の1を占める不動産部門と関連産業の沈滞が数年間続くだろうとした。すでに昨年、中国最大の不動産開発業者の碧桂園がデフォルトを宣言し、遠洋集団万達など他の不動産開発業者もデフォルトと流動性危機に陥っているからだ。今月初めには、これら企業に資金を貸し付けた中国資産管理会社の昼食が破産処理された。恒大の墜落が象徴するように、中国の経済規模も縮んでいる。ブルームバーグは25日、昨年の米国の名目国内総生産 GDP 増加率が 6.3% で、中国の 4.6% を大きく上回ったと報道した。実質 GDP では、昨年米国が 2.5%、中国が 5.2% 成長したが、蓋を開けてみれば話は変わる。